マスウード。昔も森の近くに若い男が妻と子供と一緒に住んでいました男の仕事は木こりでした毎朝森に行って木を切っていました森の中におじいさんが住んでいましたおじいさんは 毎日続く木を切る音が耐えられませんでした。だからある日、木こりのところに行き、こう言いました。どうして毎日木を切っているんですか私は貧乏です。だから家族を養うために木を切って町で売っています。おじいさんは 皿を一枚家へ取りに行き、キコリにあげました。この皿を持って、ギデッギディと言ってください。キコリは家に着くまで待ちきれず、森から出てすぐに魔法の言葉を言ってしまいました。するといろんな食べ物が次々と現れました。キコリはそれをお腹いっぱい食べました。 そして、皿を家へ持って帰って、家族と一緒にまた食べました。みんな、幸せな気分になりました。皿が汚れてきたから、川で洗ってくるよ。と、キコリは妻に言いました。いいわよ、そんなに汚れていないから。でも、キコリはそれでも、 川に行きました。すると川で王様の家来に会いました。この王も洗ってくれないか家来がキコリに頼みました。キコリは皿を家来に渡してこう言いました。この皿を持って行ってください。でもギディヒギディヒとは言わないでください。しかし、 キコリが馬を洗いに行くと、家来はすぐに魔法の言葉を言いました。すると、また食べ物が次々と現れました。家来はそれを食べると幸せな気分になりました。キコリが仕事を終えると、家来はキコリを殴って皿を奪って行きました。木こりは 悲しそうに家へ帰って妻にそのことを話しました。妻は話を聞いてこう言いました。だから行かないでって言ってたじゃありませんか。次の日、キコリはまた森へ木を切りに行きました。そしておじいさんに会いこう言われました。どうしてまた戻ってきましたかキコリは おじいさんに昨日起きたことを話しました。大丈夫です。では、このおぼうをあげます。このおぼんに向かって、まほうの言葉、よすによそにひんと言ってください。きこりは、待ちきれず、おぼうをとって、まほうの言葉を言いました。すると、 いろんなおいしそうな食べ物やお菓子やコーヒーが次々と現れました。キコリはそれをお腹いっぱい食べて幸せな気分になりました。そしてうちへ帰りました。お盆が汚れてきたから川で洗ってくるよ。そんなことしたら皿と同じ運命になりますよ。 しかし、キコリは妻の言葉を無視して、川に行ったらそこで王様の家来にまた会いました。家来はお盆を見てこう言いました。このお棒もきっと欲しぎの力があるに違いない。すると、家来はまたキコリに馬を洗うように頼みました。 金を払うからその馬を洗ってくれないかい木こりはお盆をまた家来に渡しこう言いました。このお盆をのっていってください。でもやすにゃそねフィーフムとは言わないでください。しかし木こりが馬を洗いに行くと。 家来はすぐ魔法の言葉を言いました。するといろんな食べ物が次々と現れました。今度はコーヒーもタバコも現れました。家来は食べ物を食べてコーヒーを飲んでタバコも吸うと幸せな気分になりました。キコリが仕事を終えると家来はキコリを殴っておぼうを 奪っていきました悲しそうな木こりは家へ帰って妻にそのことを話しました妻はそのことを聞いてこう言いました人の話を聞かないからこんなことになるのよ木こりの仕事に戻りなさい木こりは再び朝早くに森へ行きましたどうしましたか キコリはおじいさんに何が起こったか言いました。うーん。この杖を持って行きなさい。これはマスードという名前の杖です。マスードマスードには何と言ったらいいですかキコリは、尋ねました。よ、マスードール。キコリは、 喜んで、家へ帰るのは待ちきれず、すぐに魔法の言葉を言いました。や、マスウード、すると、マスウードは、一度空に舞い上がってから、落ちてきて、キコリを強く打ち始めました。キコリは、走りましたが、マスウードは、キコリを追いかけました。 やめてくださいやめてくださいやめてほしければやまスうウトハッデンと言いなさいキコリはそのとおりにしましたやまスうウトハッデンキコリはおちへ帰ってそのひおこったことをつまに言いましたどうしておじいさんはわたしにこんなつえをくれたんだろうなるほど おじいさんは頭いいわね。マスウドを持って川に行ってみて。そしてサラとお盆が戻ってくるかもしれないわ。キコリはマスウドを持って川へ行きました。するとそこに王様の家来がいました。家来たちはマスウドを見てこう言いました。 あのつゆもほしぎぬ力があるに違いない。きこりからつゆをおばおう。きこりはその場を立ち去る前に、けらいたちに、やますうダたルるとは言わないように言いました。きこりが水をくみに川へ下ったら、王様のけらいは魔法の言葉を言いました。マスードは空に舞い上がり、 二十本の竹の杖になって落ちてきました。マスードは王様の家来を強く打ち始めました。彼らは逃げましたが、マスードは彼らを追いかけ、木こりのところへ連れ戻しました。家来の一人が言いました。助けてください助けてくださいじゃあ、私の紗来と王母の 返してくれますかはい、わかりました。返しますから。キコリはマスウードにやめるように皿とお盆を取り戻した。キコリはその場を立ち去る前に、皿とお盆に魔法の言葉を言って、家来たちに痛みを忘れるように、美味しい食べ物を食べさせてあげました。 私にはいつでもマスウードが言いますから覚えておいてください。こうして、キコリは自分のものを持って帰り、家族と末永く幸せに暮らしました。キコリはマスウードを使い、お金持ちになりました。娘は王様の息子と結婚し、息子は 王様の娘と結婚しました。そしておじいさんも森の中で平和に過ごし、みんな幸せに暮らしたとさ、めでたしめでたし。終わり